はい、どうも、てらかやたり、てらこでございます。今回はですね、皆さんにですね、伝えたいところがありましたので、改めてあの動画にしてみましたよというところなんですけども、僕がですね、目指している YouTube 像なんですけども、新生教育系 YouTuber というものをですね、目指していこうかなと思っているんですね。どういうものなのかってことなんですけども、勉強っていうものを 特に動画の YouTube での勉強って、単なる情報をこう提供し続けるっていうイメージあると思うんですよね。そういうもんじゃなくて、涙あり、笑いあり、ね、えー、ま葛藤ありのですね、あの、一つの物語としてですね、あの、教育系 YouTuber をやっていきたいなと思っているんですね。はい。 どういうことなのかってことなんですけども、もちろん知識っていうところでですね、楽しんでいただきたいと思いますし、いろんな方が見てると思うんですよ。小学校、中学校、高校、大学生、はたは社会人、大人の方も見てると思います。なので、知識の横断っていうものをですね、意識して動画を上げていこうとは思っております。小中高生関係ないんです。大学生も関係ないんですよ、という形のですね、動画の動画。 動画を出していこうと思います。まあ、学年も横断するし、あとはその、文系だから、理系だからっていうの関係なく、文系理系、できるだけですね、えー、偏らないようにバランスよくですね、動画も作っていこうかなと思っております。で、日本語だけで学ぶっていうよりも、 外国語で学んでみたらどうなんだろうっていうところもですね、今後やっていこうと思っております。英語ですね、国営、数理、社っていうのもやっていこうと思っておりますので、えー、そこら辺も見ていただければなと思います。グローバルに見ていく。そして、えー、年齢を取っ払った、ね、領域を取っ払った動画を出していこうと思っております。 あとですね、その勉強したから、まあ、したけど、えー、まあ、で、最近問題になっているないですか、古文いらないとかね、数学いらない。そうじゃないんだよ、と。勉強することによって古文、数学いらないんじゃなくて、論理的能力、いやスキルを身につける上で、勉強というのは大事なので、数学も古文も含めてですね、考える能力を身につけるために必要なものなので、それを、 で勉強してどういうふうに実社会に、えー、通用させていくのか。そこまでの話をですね、えー、動画として作っていこうかなと思っております。そうで。社会人の人もね、勘違いしてるんです。勉強は学生のためにあると。ねえー、でで親御さんもそうなんですけど、勉強は子供がすべきものであると。ねえー、違うんだよと。 勉強っていうのは常にし続け、死ぬまでし続けるんだよっていうね、えー、いうところ。で、それをし続けることによって、いろんなことがね、えー、幸せにハッピーになっていくんだよと。えー、こともですね、伝えていきたいなと思っております。で勉強すればするほどですね、能力が取り澄まされていってですね、年を取れば年を取るほどですね、人生が楽しくなっていく。えー、そういった動画をですね、えー、提供していきたいなと思います。 で、勉強って楽しいんだよっていうことを維持しながら、皆さんのですね、指示尊尊、次世代にですね、えー、その勉強の面白さを継承できるような、まあ動画も出していきたいなとは思っております。まあ最終的にですね、まあとりますと楽しんで勉強できるようにする、えー、そういったことを目的にしたですね、動画を出していこうかなと思っております。勉強は子供の義務ではないんです。 ここね、まずね、認識書いてほしいと思うんですよね。義務教育っていうと子供がですね、勉強しなければいけないくす。苦痛は味わいながら勉強をしてですね、切磋琢磨していかないきゃいけない。もうちろんその部分もですね、まあ、あるべき例はあると思いますけども、まあ、憲法上はですね、この義務を負うのは親御さんなんです。えー、もしくは後見人ですね、えー、が負うんです。はい。 子供が勉強したいって言うなら勉強を優先させなさいよと。ね。えー、自分の労働者として使うんじゃないよと。ちょっとね、考え方がね、あの、戦後のあれなんで、古いんですけど、昔はですね、子供というものはですね、家の仕事を手伝うもんだと。で勉強より家の仕事を手伝いなさい。っていうような考え方があったから、そうじゃないんだと、深く強兵をしていくっていう意味では、子供は、 えー、学校に行かせなさいよっていう考え方が義務教育。親に対して、保護者に対して課されたのが義務の教育。子供に教育させなさいよという暇があるんだったら、子供に時間を与えてですね、えー、勉強させ,させなさいよっていうものなんです。だ子供が勉強したくないっていうんら別なんですよ。でも、勉強することによって人生がハッピーになるんだったら、勉強していただきたいと思いますので、 えーまあ、勉強は義務として見ないでほしいんですね。権利として見てほしいんです。自分たちが勉強することによっていろんな選択肢が広まってですね、自分の自己実現ができるようになるんだったら、これに越したことはないので、で、この動画でですね、えー、普通にならない、えーね、勉強をしていただきたいなと思っております。ねでまあ、か勉強は面白いと思ってますんで、勉強を面白く学んでいただきたいなと思っております。 で、勉強は競うものではなくて、自己実現の武器だと思ってください。どうしてもね、えー、小学校、中学校、高校、大学、内心点とかっていうね、えー、いうところで争っていくイメージあると思うんです勉強というものは、順位を競って。 もちろんビジネスマン、営業マンとかだったらね、競う,うことがありますので、それがね、えー、役に立ったってこともあると思うんですけども、そもそも勉強は自分から進んで研究対象にしていってですね、学んでいくのが勉強ですから。そういうんじゃなくて、自分がこうなりたいな、ウルトラマンになりたい、なんでもいいですよ。タイマシンを作りたい。えー、そのためにはどうしたらいいのか、どういうことに興味を持ったらいいのかっていうのをですね、自分で探していって、最終的に、 それが俳優でもいいですよね。女優でもいいですし、YouTuber になりたいんだったらね、えー、どういう動画を上げたらいいのかとかっていうのもね、教わる学校なんていっぱいありますから、いろんな学校ありますから、えー、ね、何々のプロフェッショナルになりたいんであれば、その学校に行ってその教育を受けることが一番ですから、そういった形でですね、いろんな、 あものがあるんだよってことを伝える意味で、えー、選択肢を広める意味で、そして楽しんでもらう意味で、えー、動画を上げていっていますので、だから保育士の動画だったり、言語の動画だったり、えー、いろんなものを上げてますので、その中からあなたが確かに自己実現して社会人として人生終わるまで楽しむためには何を学んでいこうかなってことをですね、決めていっていただきたいなとは思っておりますので、よろしくお願いします。 はい。そんな形でですね、新世代の教育 YouTuber を私たち、私たちと言いますか、私しかいないんで、僕がですね、目指すものは新世代の供給 YouTuber を目指すってことなので、皆様ですね、えー、応援のほどよろしくお願いいたします。はい。でね、高評価、コメント、チャンネル登録、えー、そしてですね、皆様にですね、えー、皆様のお友達にですね、えー、教えていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。ではまたお会いしましょう。またね。